ゲオルク・カスパー・シュールマン。ゲオルク・カスパー・シュールマンは、ドイツの作曲家。後期ドイツ語では、シュイヤーマンと表記される。ノイシュタット・アム・ジューベンベルゲ出身。郷里のニーダーザクセンで音楽を学び、1693年には、ハンブルクの歌劇場で、男性アルト歌手となった。1694年、ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル校をアントン・ウルリーヒが、ボルフェンビュッテルに建設した、ザルツダールム城の完成式典にカンタータを作曲した。1697年に、ハンブルクの南東 50km のリューネブルクで客演をした際、その歌にアントン・ウルリヒは感銘を受け、その場で彼を雇用し、オペラと教会音楽を担当させた。イタリア留学の後、1702年から1707年にザクセン=マイ人間公国の宮廷作曲家、学長を務めた。1707年にブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル公国に学長として復帰し、ボルフェンビュッテルで生涯を終えた。シュールマンは30以上のオペラを残したが、ほとんどは散逸してしまっている。豊かな歌声、綿密な対応、形式の柔軟な扱い、効果的な表現法が特徴である。ありがとうございます。